ナイトプール最高、超アゲアゲ。どうして僕まで。まあまあ、今日は楽しもう。え、やば。ん、どうしたの。水着が取れちゃった。ギャルの水着が取れてしまった結果。僕の名前は田中康介、日陽学園に通う高校2年生、生徒会で庶務をやっています。田中、おっつー。会長。この人の名前は三上咲。ギャルすぎな彼女だけれど、こう見えてこの学校の生徒会長です。田中ってさ、今晩暇系男子。今夜特に予定はないけど。ジーマで超アゲな映えスポット行こうと思ってるんだけど、一緒に行かない？映えって撮影スポットってこと？そうそう、田中写真撮るの好きだったっしょ。うん、じゃあ僕も行こうかな。よっしゃ。じゃあ今夜7時に駅前集合ね。水着を忘れずに。え、水着？これは噂に聞くナイトプールっていうやつじゃないか。うちも初めて来たわ。超テンション上げみさわ。泳ぎもしないで自撮りばかりする、それってプールである必要あるという疑問を感じずにはいられない。あのナイトプール、まさか本当に存在するとは。都市伝説かよ。田中ウケる。陽キャのたまり場なんて僕にはハードルが高すぎるよ。というか撮影スポットに連れてきてくれるんじゃなかったの？ああ、だから映えスポットっしょ。こんなところで何を撮るっていうのさ。そんな目の前に最高の被写体があるじゃん。で、会長を撮れってこと？もち。刺激が強すぎるよ。よし、今日は全力で遊ぶぞ。ちょ、会長飛び込んだら危ないって。平気平気、田中も早く来なよ。うん？どうしたの会長。取れちゃった。うん？何が？だから水着が取れちゃった。水着が取れた？え、水着が取れたって下の？上に決まってるっしょ。裏が取れたの。ってことは今上半身裸ってこと？だからそうだって。マジ最悪なんですけど。大丈夫？あー、ちょ、あんま近づくな、見えちゃうから。あ、ごめん。もう、うちの水着どこ？あ、あそこに流されてるの、会長の水着じゃない？結構遠いし。会長はここにいて、僕が取ってくるから。ちょ、待って待って、この状況で一人にしないでほしいんですけど。そんなこと言ったって。じゃあどうするの？このままってわけにいかないでしょ。急に止まったりしないでよ、当たっちゃうから。うん、分かってる。裸の会長の盾になるって一体全体どういう状況？なんとか取り戻すことができたわ。でもどうして外れちゃったのかな。なんかに引っかかったんかな。マジ意味不。そんなことあるかな。まあ気を取り直してここからパーリナイ。うん。ところでパーリナイって一体何を。あ、え、マジ最悪なんですけど、完全に見たっしょ。責任取れよ田中。そんなこと言われても僕も不可抗力だったから。もうなんでこんな外れるわけ。この水着不良品。おかしいところとかないと思うけどな。は、うん、何かわかったの。もしかして田中が外してる。いや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 。水着が取れた。見ないで。俺の水着が。プールにいる人たちみんなの水着が外されてる。一体何が起きてるんだ。もしかして田中、うちだけじゃ満足できなくて他の子も。いや、だから僕そんなことしてないから。でもこんなに外れるってやっぱり何か。捕まえた。やっぱりね、あんたが潜水してみんなの水着外してるんでしょ。どうしてわかった。思い出したの。水着が外れた2回ともそばをあんたが泳いでいたってね。ナイトプールで泳いでいるなんて明らかに怪しいじゃん。いや、プールは本来泳ぐところだと思うよ。ちょっと、あ、
バレたら仕方がねえ。そうさ、俺がお前らの水着を外して回ってたんだ。どうしてこんなこと。普通にスケベ心なんじゃ。そうじゃない。え、そんな低俗な犯罪と一緒にするな。これはな、俺からリア充たちへの復讐なんだよ。どういうこと。ナイトプールにいる連中って全員パリピでリア充だろ。それはそうかもしれないけど、俺はリア充が憎いんだよ。どうして真面目に生きてきた俺がモテずにこんな軽薄そうな奴らがモテるんだ。世の中間違ってる。だからこうやって水着を外すことによってリア充どもを地獄に突き落としてやってるんだよ。ただただこじらせてただけだった。あとおっぱい見れるし。やっぱりスケベ心じゃないか。くだらない理由でこんなことすんな。普通に犯罪だかんな。ジーマーで。うざい。お前もギャルのくせにこんな陰キャと付き合ってリア充してんじゃねえよ。田中とは付き合ってねえし。ふふーんってことは誰とでも寝る女ってことだな、このピチが。好き勝手言って自分がモテないのはおかしいって。あんたがモテないのはあんたの性格が悪いからだろうがよ、おっさん。ガキを俺が気に食わねえってなら捕まえてみな。3歳から水泳教室に通っていた俺に追いつけるならんだ。なんて速さ。しかも行く先々で水着を外しながら。いや、どんな技術だよ。くっそ、このままじゃ被害を止められない。一体どうすれば。大丈夫だよ隊長。え、あいつの心理は読める。襲撃。くそ、あのギャル俺に説教しやがって。頭の悪い女のくせに許せん。このハサミであいつの水着を切り刻んでやるぜ。それは下の水着をな。俺様に逆らって罰だ。リア充どもに天誅を。やっぱりね。お前あんたは必ず戻ってくると思っていたよ、隊長にやり返しにね。あんたみたいな劣等感を抱きまくってる人間が説教されっぱなしってわけないだろうからね。待ち構えていたんだ。そうしたら案の定来てくれた。ラッキー、話しやがれ。話すわけないだろう、まだあんたには用があるんだから。やだこいつ、力が強すぎる。僕の友達を傷つけやがって、絶対に許さねえ。はい。陰キャの風上にも置けねえ奴だなお前は。オラ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 。いいぞ田中、そんなやつ吹っ飛ばしちゃえ。ごめんなさい、もうしませんから。そんなんで許すわけねえだろ。え、あ、へ飛んだ。みんな盛り上がってる。あ、なんだあれ。いや、下を隠せ下を。恥ずかしい。やったね田中。はい、逮捕。ご協力感謝いたします。彼は逮捕させていただきました。いえ、僕は僕にできることをしただけなので。それでは失礼します。一件落着。田中すげえじゃん、今日もヒーロー。つい手が出てしまった。目立ちたくなかったのに。まあクラスメートいないし大丈夫っしょ。つーか、これでやっとナイトプール楽しめるわ。そうだね。よし田中、自撮りしよう。うん。で会長、近い。あー、結局その後平和になったプールで会長を被写体に何枚も写真を撮らされたのでした。今日は見てくれてありがとね。他の SNS も絶対フォローしてね。田中、この後ダピローぜ。いや会長、この後生徒会やりますよ。秒で戻るから早く行くよ。待ってください。